新疆生産建設兵団第8師団150団12連部、新疆生産建設兵団は、中華人民共和国西部新疆ウイグル自治区で、開墾と、辺境防衛を行う、準軍事的政府組織。中規模の都市に駐屯し、駐屯地の行政を行う当局、いわゆる屯田電兵である。兵団第1政治委員は、中央政治局局員、新疆ウイグル自治区等遺書記である。 陳全国が兼任する。兵団政治委員、司令委員は、自治区統制副職を兼任し、国務員が任命する。中央政府と新疆ウイグル自治区の両者の指揮下にあり、司法及び行政は、自治区政府の管轄下にある。総部は、ウルムチ氏。所属する団員の内約88%が、漢族で、兵団全体の総人口は258万人余り。 GDP は380.16億元で2005年より12.6%増、1人、あたり14,766元となっている。1952年、中国の安定に伴い、新疆に駐屯していた中国人民解放軍、第2軍、第6軍、第15軍の大部分に約10万人が開墾と、辺境防衛任務を与えられたのに始まる。 1954年には、中央から正式に、新疆軍区生産建設兵団の名称を与えられた。国民党軍や、旧東トルキスタン共和国の入り民族軍の出身者も少なくなく、初代司令官に、国民党政権時代の新疆警備総司令である、と、蕎麦額がついた。開墾地は、国営農場となった。中心地は、石川越に所在する。 1956年12月には全員が福音手続きを取って軍籍を離れた。1960年代にソ連との関係が悪化すると多数の構成者がソ連に逃亡してしまい全国各地から補充を行い、1966年までに148万人を有するようになった。ただ文化大革命で攻撃を受け1975年までには 兵団経済は崩壊の危機に瀕し最終的にはすべての機構が地方政府の農根局の管理するところとなった。1981年10月、イラン革命やソビエト連邦のアフガニスタン侵攻、東トルキスタン独立運動、イスラム原理主義などを背景に、初代政治委員の王信は、新疆生産建設兵団の再建を鄧小平に提案し、 新疆ウイグル自治区情勢の安定を図るためこれが承認される。米国は2020年7月31日、新疆ウイグル自治区でウイグル族を体制拘束するなど深刻な人権侵害に関わったとして、新疆生産建設兵団とその幹部ら二人を対象にアメリカ国内の資産の凍結やアメリカへの渡航制限などの制裁を科すと発表した。 2021年3月22日には、欧州連合、イギリス、カナダが、ウイグル弾圧を理由に、王明さんら4人とともに、新疆生産建設兵団に対して、制裁を加えることを発表した。新疆風力発電所新疆生産建設兵団の、人員はもともとその大部分が、中国人民解放軍第一野戦軍の第一兵団と、 第22兵団から転籍したものだった。現在、兵団は参加に14個師団及び農牧団上185、所を1950年以前は荒地だった新疆ウイグル自治区の全体に配備されている。全部で14個師団が存在する。新疆生産建設兵団の中屯が長期化するに、あたり、地方政府に対し納税義務の有無を明確にする必要があった。 平団は、第8市市団本部が、実質的に、石川越市政府そのものとなった例を適用し、第1市、第2市、第3市、第4市、第5市、第6市、第7市、第10市、第13市、第14市がそれぞれあらる市、鉄門石市、トムしく市、こくだら川市、五花き師、小洋菓師、北田室師、新生市、 コンダ氏の各研究室を創設し、それぞれの市政府を兼ねる形とした。つまり、市政府委員会初期は同時に、市団政治委員を兼ね、市長は同時に、市団長を兼ねる。この制度を、市市合一と呼ぶ。2012年の平団総人口は245.36万人。統計、2002年平団人口状況、米国。 新疆生産建設兵団と中国人二人に制裁発動から深刻な人権侵害。ブルームバーグ2020年8月1日。2021年3月9日閲覧。EU と英米かウイグル弾圧めぐり対中制裁中国は即座に報復。アフップブニュースフランス通信社。 https://www.afpbb.com コロンススララッッシシュュスラッシュアーティクルズスラッシュスラッシュスラッシュ33381402021年3月23日閲覧。新京建設兵団兵団外術。新京建設兵団2013年1月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年9月30日閲覧。 ありがとうございます。